アメリカメジャーリーグ、大谷翔平選手が所属するエンゼルスは、2022年のシーズンを73勝89敗、アメリカンリーグの西地区3位という成績で、8年連続プレーオフへの進出を逃してしまいました。そんなエンゼルスですが、オフに入って積極的に補強に動いています。エンゼルスはミルウォーキーブルワーズからハンター・レンフロー選手をトレードで獲得したと発表。レンフロー選手の交換としてジェイソン・ジャンク投手、エルビス・ペゲロ投手の両右腕とエンゼルス傘下のマイナーチームに所属しているサワンのアダム・セミナリス投手の若手3投手がブルワーズに移ることになりました。ジャンク投手とペゲーロ投手は共にデビュー2年目の投手。ジャンク投手は今シーズンメジャーで3試合を投げて防御率 6.48、 もう一方のペゲロ投手は13試合に投げて防御率 6.75 という成績でした。なおセミナリス投手はメジャーでの登板の経験がまだありません。エンゼルスに入団することになったレンフロー選手は2013年のドラフト1巡目全体13位でサンディエゴパドレスに入団し、2016年9月にメジャーデビュー。その後タンパベイレイズ、ボストンレッドソックスと渡り歩いて、今シーズンはブルワーズでプレーしました。メジャー7年目の今シーズンは125試合に出場し、打率2割5分5厘、29本塁打、72打点をマーク。2017年以降、短縮シーズンだった2020年を除いて毎年25本塁打以上を記録し、通算157本塁打をマークしている強打者です。さらに2シーズンで31本塁打以上も打っています。レンフロー選手はここ数年主にライトを守り、その他にもレフト、センター、ファーストも守った経験があります。エンゼルスの外野陣はマイク・トラウト選手やテイラー・ウォード選手が在籍していますが、シーズンの途中にレギュラー格だったブランドン・マーシュ選手がフィラデルフィア・フィリーズにトレードで移籍していることから、外野手の補強がエンゼルスの課題の一つとされていました。2021年に所属したボストン・レッドソックスでは31本塁打を打つと同時に外野手として16捕殺を記録するなど、レンフロー選手は強肩としても知られています。レンフロー選手はエンゼルスに入団するにあたり、僕はサンディエゴパドレスでメジャーデビューした、そのサンディエゴから近いアナハイムでプレーできることにとても興奮しているよ、再び南カリフォルニアに戻ってこられてとても嬉しく思っている、ブルワーズの来シーズンのチーム編成の予算がそろそろ終わりそうだったからトレードに出されることは薄々感づいていた。エンゼルスではチームや監督に求められたことをやる、バントを要求されたらもちろんバントもする、求められたら一塁でも二塁もで守るよ。エンゼルスの GM からはライトのレギュラーとしての役割と言ってもらえている、エンゼルスでプレーできることに本当に興奮している、野球は大好きだからね、毎日プレーすることも大好きなんだ、来シーズンが始まるのが本当に楽しみだ、チームにはどこでも守ると伝えたよ。トラウトや大谷らメジャーを代表する選手たちとチームメイトとなることに本当に興奮している、毎日彼らのプレーを間近で見ることができるのは本当に楽しみだよね。対戦相手のチームから見ていた時から彼らの活躍はすごいと思っていたよ。大谷やトラウトから学び、彼らの日々のルーティーンなどを見ることができるのはとても特別なこと、彼らみたいな超一流の選手がいてくれるおかげでその他の選手への相手からのプレッシャーが減る、パズルの1ピースとなって彼らの助けになってチームに貢献できれば最高だよね。僕は肩の強さに自信がある、その点でも大谷を助けることができると思うよ。トラウトや大谷がエンゼルスにいてくれたから来シーズンこのチームでプレーすることが本当に楽しみだよと話しました。このレンフロー選手は以前からエンゼルスのトラウト選手に非常に似ていると話題になっていた選手でした。アメリカの SNS 上ではトラウトの兄弟、
エンゼルスにはすでにトラウトはいたはずなんだけどな。エンゼルスがトラウトのドッペルゲンガーと契約。2人のトラウトが同じチームになった。本当にそっくりだよねとメジャーリーグのファンは大いに盛り上がっています。このことについてレンフロー選手は、メジャーにデビューしたパドレスにいた頃からみんなに言われてたよ、本当に面白いよねと笑って話していました。レンフロー選手は長打力とともに肩の強さが魅力の選手。短縮された2020年のシーズンを除いて2019年から2022年までレンフロー選手の外野からの捕殺は毎年2桁を数え、ここ2シーズンで合計27捕殺は外野手の中で最も多い数字です。その一方で2017年以降の出塁率はどのシーズンも3割2分を超えたことがありません。最近の2シーズンの出塁率は3割1分5厘で、これは1000打席以上立っている選手118人中97位という成績で、下から22番目の成績となります。過去2シーズンのエラーも途球と早球でそれぞれ8個ずつと外野手として最多となっています。レンフロー選手の特徴は打撃でのパワーと肩の強さは抜群だが、出塁率が低く守備は上手とは言えない選手と言えそうですね。その上レンフロー選手は大谷選手と同様、来シーズンの終了後にフリーエージェントとなります。レンフロー選手を獲得した見返りに3人もの若手投手を差し出すのはいずれも有望株ではないとはいえ、少しもったいない気もします。しかしチームを売却することになった今、長期的な展望に基づいた補強をすることは難しいことも事実。エンゼルスのミナシアン GM もとても難しい舵取りをしていると予想されます。エンゼルスにトレードで加入することが決まったレンフロー選手は、これで2019年のオフから4年連続での移籍となります。大谷選手やトラウト選手などと一緒に野球ができることを非常に楽しみと発言する一方、渡り鳥のようなプロ野球人生に、トレードされるのはいつだって残念なこと、それは間違いないよ、だけど GM の立場で物事を考えると理解できることでもあるけどねと自身の複雑な心境と本音も話しました。日本と比べてメジャーリーグでは選手の移籍がとても活発です。その時々のチーム事情や補強戦略によって選手がチームから移籍することは珍しいことではありません。しかしレンフロー選手は2019年のオフにパドレスからレイズにトレードされ、2020年にはレイズからノンテンダーとなってレッドソックスに移籍。ノンテンダーとはチームとしては戦力として認めてはいるものの、どうしてもコストが見合わないということで選手を放出することを言います。2021年のオフにはブルワーズにトレードされ、そして来シーズンから大谷選手の同僚としてエンゼルスでプレーすることになりました。移籍のベテランとしてレンフロー選手自身、このオフの動きには予感があったといいます。ブルワーズには若手の有望な外野手がいることに加え、レンフロー選手は今回の年俸調停で1100万ドル約15億3000万円まで年俸を上げなければいけないと予想されていたからです。今シーズンが終了したオフになった時、ブリュワーズには年俸調停の権利を持っている選手が18人もいました。ブリュワーズのエースであるコービン投手とウッドラフ投手という両右腕は年俸調停で1300万ドル約18億1000万円以上の契約になると言われています。さらにショートのアダメス選手も900万ドル約12億5000万円と言われていたため、高値がネックだったレンフロー選手とブリュワーズの生え抜き左腕であるスーター選手らはチームを去ることになってしまいました。レンフロー選手は過去の自分の経験や他の選手たちの動きを考えれば、この時期に何が起こるかは大体見当がつくし理解しているよ。ブリュワーズには年俸調停の権利を持つ選手がたくさんいた、だからトレードされるかもしれないっていう悪い予感みたいなものはあったんだよ。ブリュワーズは資金に余裕のあるチームではないからね。
今回の移籍のようなことは自分でも大体予想できたものだよと話していました。エンゼルスがポストシーズン進出を狙うならレンフローのような実績のある選手が必要だったから、この選手の加入はエンゼルスにとって本当に大きいんじゃないかな。エンゼルスにはアデル、ソト、レンヒーフォ、ウォルシュ、フレッチャー、モニアック、オホッピーという個性的な若手選手がたくさんいるけど、ポストシーズンに行くためにはもっともっと打撃のレベルアップが必要だったからね。来シーズンは球団の売却のため、それから大谷の残留交渉のためにもエンゼルスは期待の持てるいいスタートが必要だ。一方、補強に資金を使いにくい状況ながらもレンフローの他にもアンダーソンやウルシェラといったいい補強ができている。あとはブルペンの投手を一人補強してほしいね。海外の反応ではこのような声が聞かれました。レンフロー選手はレッドソックスにいた時、ランナーがタッチアップを諦めてしまうくらいの強肩ぶりを発揮していました。それに毎年25本以上のホームランは必ず打ってくれます。レンフロー選手は攻撃でも守備でも大谷選手を助けてくれる存在だと思います。来シーズンのレンフロー選手の活躍が本当に楽しみですよね。今回は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。